いい加減にしろ、すぐに返しに来い。どうしたの、マサちゃん。マサちゃんがそんなに大きい声出すなんて珍しい。いや、ハルミのやつがな、またうちの車を勝手に乗ってったんだ。え？ああ、だから車がなかったんだ。ひどい、また家に勝手に入って車の鍵を取ってったの？そうなんだ、すまないな、俺の妹が。マサちゃんは何も悪くないよ。ハルミちゃんひどすぎる。何度もやめてって言ってるのに。私は葵、どこにでもいる普通の専業主婦。ハルミちゃんっていうのは私の旦那のマサちゃんの妹、つまり私にとって義理の妹だ。ハルミちゃんは両親に甘やかされて育ったみたいで、この年になってもわがまま放題。マサちゃんのものを自分のもののように使うんだよね。今度会ったらガツンと殴って、じゃなくてガツンと言ってやる。その数日後、またうちの車がなくなってた。ハルミちゃんの仕業だな。あ、お母さん、あれうちの車じゃない？本当だ、ハルミちゃんだな。よし、メイはそこで待ってて。え、お母さん何するの？ストーップ！危ないわね、あんた死にたいの？って葵さんじゃない、何してんのよ。ちょっとハルミちゃん、うちの車勝手に乗って行かないでって何度も言ってるでしょ。それにうちにも勝手に入らないで。ああ、何？そんなことを言うためにわざわざ車を止めたの？そんなことって、ハルミちゃん、あなたがやってることは泥棒だよ。何が泥棒よ、お兄ちゃんのものは私のもの、お父さんとお母さんも昔からそう言ってたもの。だから自分の車に乗るのも自分の家に入るのも当たり前のことでしょ。ハルミちゃんの家じゃなくて私たちの家だし、私たちの車。ハルミちゃんのお父さんとお母さんが言ってることは間違ってる。いや、間違ってんのはお兄ちゃんでしょ。ヤクザなんかやってんだから。お兄ちゃん昔からクズだったからね。だからお兄ちゃんはお父さんとお母さんに愛されてないのよ。そんなクズのお兄ちゃんのものをわざわざ使ってやってんだから、感謝してほしいくらいなんだけど。マサちゃんはクズなんかじゃないから。必死になっちゃって。まあさ、やめてほしいならおまわりさんでも呼べばいいじゃない。はあ、でもあれか、お兄ちゃんがヤクザだしおまわりさんには相談できないわよね。クズっていろいろと大変ね。じゃあ私は行くから。ちょっと待ちなさい。邪魔ね、ちょっと脅かすか。あ、メイ、大丈夫？うん、すりむいてるじゃない。許せない、絶対に許さないから。ハルミちゃん、マサちゃんをクズって言ったこともメイに怪我を負わせたことも本当に許せない。ハルミちゃん、私もう怒ったからね。今日も車借りちゃおうっと。いつものように窓ガラスを、えいっと。いやー、こんな空き巣みたいなことしても警察に相談できないなんて、本当にヤクザって損ね。なんでヤクザなんかやってるのかしら。ああ、クズだからヤクザくらいしかできないのか。ん？テーブルの上に何かある？家の契約書？はあ？何？ありえない、お兄ちゃんたちこんな大豪邸を買ったの？別荘か何かかしら。クズのくせにこんな贅沢な暮らし、本当に許せないわ。そうだ、いいこと思いついちゃった。お母さん、お父さん、じゃじゃーん、ここだよ。あ、すごい大豪邸ね。いやー、本当にすごい。こんなところに本当にタダで住めるのか。うん、ここお兄ちゃんの別荘なのよね。つまり好きに使えるわけ。お兄ちゃんごときがこんな豪邸を別荘にするなんてムカつくでしょ。だから私たちがもらっちゃおうよ。ナイスアイディア。ああ、正宗ごときがこんな豪邸を別荘にするなんてありえん。わしたちのものにしよう。お父さんとお母さんならそう言ってくれると思った。ねえ、お父さんお母さん、この別荘すごいんだよ。執事もいるみたいで、何でも持ってきてくれるんだって。ワインでも飲まない？すごい。でもお金払わなきゃいけないのよね。
ホテルじゃないんだから、全部お兄ちゃんのお金で買ったのが用意されてるから大丈夫だって。さっきワインセラーがあるのを見たもの。ああそうか、正宗の別荘なんだもんな。最高じゃない。お父さんお母さん、これから大豪遊しちゃおう。とりあえずロマネコンティでも飲もうよ。賛成。執事さん。はい、お呼びでしょうか。ロマネコンティ3本持ってきて。かしこまりました。あはは、いいわね、3本。パッと行こう、パッと。それから2年後。なあ葵。なに、マサちゃん。前にも聞いたことをまた聞いてすまないが、お前ハルミに何かしたか。え、何かって？あれだけうちの車を勝手に使ってたハルミが2年も顔を出さないっておかしいだろう。メイが怪我をしてからハルミを全然見ていない。もしかして葵、お前ハルミのことを消したんじゃ。やだなあ、マサちゃん、そんなことしないよ。ハルミちゃんは元気にやってるよ。今はね。今はってどういうことだ。おい、教えてくれよ。別にハルミがどうなっててもいいんだが、葵が警察に捕まるようなことにはなってほしくねえんだ。お父さん。なんだよメイ。さっきから携帯鳴ってるよ。ああ本当だ。電話が終わったらまた話を聞くからな。って、ん、ハルミ、もしもし、ハルミ。久しぶり、お兄ちゃん。生きてたんだな、とりあえずはよかった。何よそれ、生きてるに決まってるじゃない。お兄ちゃんのおかげで贅沢してるからかなり太っちゃったけどね。俺のおかげで贅沢？何を言ってるんだ。あれれ、まだ気づいてなかったの？私、お兄ちゃんの豪邸に泊まってるんだよ。は？俺の豪邸？マサちゃん、ちょっと電話貸して。ああ、おい。久しぶり、葵だよ。あ？葵さん、久しぶりね。今の話聞いてたよ。はるみちゃんの声大きいからさ。ああ、聞こえてたんだ。じゃあ、お兄ちゃんに伝えといて。2年もタダで大豪邸を貸してくれてありがとうって。優しいお兄ちゃんでよかったね。ああ、本当よ。私ったらなんて幸せ者なのかしら。ああ、これからも使うからよろしくって伝えといてね。じゃあ、またね、葵さん。ええ、またね。おい、葵、豪邸ってなんだ？葵がなんかしたんだろ？そろそろネタバラシしよっかな。豪邸っていうのはね。はぁ？お母さんお父さん、今日もロマネコンティ飲むでしょ？飲む！いやー、もう私たちの血はロマネコンティになってるかもしれないわね。違いない。あれから毎日飲んでるもんな。本当に幸せ。ここは天国なのかしら。おーい、執事さん。いつものロマネコンティお願い。その前に、一度ご清算いただいてもよろしいでしょうか。はい？清算？何言ってんの？ホテルじゃないし生産なんてないでしょ。お兄ちゃんのワインを飲んでお兄ちゃんの食料を食べてるだけだし。何を勘違いされてるのかは分かりませんが、うちはホテルですよ。あ、ちょっと執事さん、変な冗談やめてくれない。ここは正宗の別荘だろうに。いいえ、ホテルです。だから冗談は。だから冗談などではありません。どうすれば信用していただけますかね。ああそうだ、こちらが当ホテルのホームページとなります。あ、嘘、本当にホームページがある？本当にホテルなの？ご理解いただけたようで何よりです。それでは金額は、宿泊料やお食事、お酒などの料金を合わせまして2億円となります。2億円？冗談よね。先ほどから一つも冗談は言っておりません。当ホテルは高級ホテルです。そしてあなたたちは毎日のようにロマネコンティを飲まれていました。ロマネコンティの値段は1本およそ100万円ですから。これを何本も開ける日もありましたしね。無理無理よ、2億も払えるわけないでしょ。そうだ、お兄ちゃんに払わせて。ここはお兄ちゃんの別荘なんだから。
あ、そうだ、別荘じゃなかったんだ。お支払いいただけないならこのホテルの従業員として働いていただくことになりますが。わかったわよ。なんでよ、私がホテルで働くことになるなんて。天国はもう終わりか。それではあなたたちには当ホテルの従業員としてマグロ漁船に乗っていただきます。マグロ漁船？はい、当ホテルでは自前のマグロを使った料理を提供しています。あなたたちも食べたでしょう。そのマグロを取ってきていただくんです。いやよ、マグロ漁船なんてもっとかっこいい仕事にして。そうそう、それでいって楽な仕事、休みもちゃんとある仕事に就かせろ。お言葉ですが、てめえらは2億の借金背負ってんだよ。そんな大金普通に働いて返せるわけねえだろうが。マグロ漁船が嫌だってんならバラして海外に売るぞ。俺としてはどっちでもいいぞ。さあ選べ。ごめんなさい、マグロ漁船に乗ります、乗りますから。最初からそう言えってんの。にしてもこいつらが親父の家族か。姉さんの言う通り、本当にどうしようもねえな。え？なんでもねえよ。ほら、ついてこい。逃げようとしたらその瞬間てめえらの命はなくなるからな。こうして、はるみちゃんとお父さん、お母さんは2億の借金を返すためにマグロ漁船に乗ることになりましたとさ。ざまみろ。私の大切なマサちゃんとメイにあんなことするからこうなるんだ。私が何をしたかというと、おい葵、豪邸ってなんだ、葵がなんかしたんだろ。そろそろネタバラシしようかな。豪邸っていうのはね、私ホテルを作ったの。はぁ、ホテル？うん、はるみちゃんに別荘と勘違いさせてそこに泊まらせてるんだ。マサちゃんが別荘を買ったって勘違いすれば、はるみちゃんは絶対そこを勝手に使おうとすると思ってね。家にはるみちゃんが気づくようにホテルの建物の契約書を置いといたの。マサちゃんの両親まで引っかかったのはラッキーだったよ。後で別の制裁を加えようとしてたところだったから。ああ、ちなみに若頭のリュウくんがそこで働いてくれてるんだ。だからあいつ最近出かけることが多いのか。そのホテル超高級ホテルなんだ。そんなところに2年も泊まったらどうなると思う？破産する。そう、あの人たちおバカさんだから、ホテルのロマネコンティをマサちゃんのだと思ってガブ飲みしてるらしいし、もう絶対に支払えないくらい代金が上がってるの。リュウ君に聞いたら2億って言ってたよ。2億？そんなのあの人たちは払えないでしょ。だからリュウ君にそのお金を稼ぐためにマグロ漁船に乗せてもらうんだ。私の作戦完璧。すげえな、ハルミを懲らしめるためにホテルを作るなんて。私の大切な人を傷つけられたんだよ。どんな手を使ってでも潰すに決まってるじゃん。さすが葵。お母さんかっこいい。メイ、ありがとう。私、お母さんみたいに手段を選ばない女になるね。メイ、メイならなれるよ。お母さん楽しみにしてるから。いいのか。すっきりした。マサちゃんとメイをけなしたり傷つける人は、とことん容赦なくやっちゃうもん。二人は私の大切な人たちだから、もし私が先に天国に行っても、またそういう人が現れたら天国からどんな手を使ってでも懲らしめてやる。だから安心してね、マサちゃん、メイ。そして数年後。すごいっすね。うわー、でっけー。ここがあのホテル。ああ、葵が俺たちのために作ってくれたホテルだ。いらっしゃいませ。リュウ、まだ働いてんのかよ。はい、たまに顔出してるんですよね。意外とこの仕事気に入ってて。リュウ、その服似合ってるよ。ありがとうございます。俺もここで働こうかな。犬塚さんには似合いませんって。てめえ、埋める。うわあ、おい、動くな。メイ、金を出せ。
動いたらこいつを消すぞ。てめえ動くなって言ってんだろ。金だ、すぐに金を持ってこい。ち、わかった、金はすぐに用意する。だからメインに危害を加えるな。ああ、なんだよ。なあ、痛い。たらい、今のうちに、メイ。お父さん。捕らえるぞ、ヘイジ、カンタ。えい。おいらわかった。離せ。こいつはとりあえず、見せしめにホテルの時計台の針にしておけ。おいらやってくる。やめろ。お母さんが守ってくれたのかな。そうかもしれねえな。いや、きっとそうだな。ああ、葵姉さん天国から見てんのか。悪口言えねえじゃん。てめえな。いったー、トライが撃ってきたー。やっぱり姉さんだな。おい、もっと振らせていいぞ葵。いいよ、ダメですから。あいってー, , , , , 笑ってる場合じゃないですからー。